てる。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。で、あんたどこにいるのよ。はい、今回は第12世代インテルコアプロセッサー発売記念製品内覧会にお邪魔させていただいたので、その内覧会の様子を皆様にお伝えしようと思います。インテルの内覧会とか名前だけでもすごそうね。ですね。数多くの有名 YouTuber さんもたくさんいて、ドキドキしながら内覧会を見てきたので、少しでも皆様にお伝えできればなと思っております。ということで、今回は会場の説明と BTO パソコン体験ブースのお話、大手4社のマザーボードブースのお話と、最後に会場にあったガチャガチャのお話をしていきたいと思います。ガチャガチャ。では早速本編に行く前に、もしよければぜひチャンネル登録もご検討ください。ということで本編行ってみましょう。はい、こちらが会場となります。中には各 BTO の会社さんや各メーカーさんなどがそれぞれ各ブースがあり、そこで各会社さんのパソコンやパーツ類の展示がされていました。かなり多くの会社さんがあったので、全て紹介しきれるかわかりませんが、とりあえず入場していきたいと思います。それでは早速一つ目のブースから行ってみましょう。一つ目はフロンティアさんになります。こちらのメーカーさんでは MSI コラボモデルやデスクトップパソコンに限らず、ノートパソコンやクリエイターパソコンなど様々な製品を取り扱ってるみたいです。概要欄にホームページを記載しておきますので、気になる方は各自でご覧ください。今回の内覧会では第12世代 i7-12700KF 搭載で RTX3070 搭載モデルが展示されておりました。またこちらのモデルはメモリが DDR5 モデルとなっております。 DDR5 って今なかなか手に入らないやつですです。 BTO で DDR5 モデルがあるってすごいですよね。確かに。それでは次のブースに行ってみましょう。続いては G-Tune さんになります。こちらはマウスで有名なマウスさんのゲーミングパソコンとなります。こちらも数多くの BTO パソコンを取り扱っており、ゲーミングパソコンもプロゲーマーモデルややりたいゲームに合わせた推奨モデルなんかも発売してるみたいです。こちらも概要欄に URL を記載しておきます。ただこちらは担当の方がいなかったので、展示してたパソコンの詳細はわかりませんでした。ただ割とこのケースがかっこよかったです。では次に行ってみましょう。シュララ。はい、続いてはストームさんになります。こちらは BTO パソコン通販専門店のお店みたいで、こちらも多くのゲーミングパソコンやクリエイターパソコンの販売を行っているみたいです。こちらはケースを自分好みのものを選べたり、 PUNI シリーズと呼ばれる一つのケースに二つのパソコンが入ってるパソコンを販売したりしています。ただこの PUNI シリーズは現在販売終了してるみたいです。こちらも概要欄に URL を記載させていただきますので、もし気になる方はよければ。今回展示会場には2つのモデルが置いてありました。IQ12900K、RTX3080Ti、DDR5 メモリモデルと、I71-2700K、RTX3080、DDR4 メモリモデルの2種類でした。スペックとしてはかなり強いモデルが置いてありましたね。では次に行ってみましょう。続いてはこちらのレベル3になります。レベルといえば、パソコン工房ですよね。こちらは数多くのゲーミングパソコンはもちろんですが、多くのコラボモデルゲーミングパソコンを発売しております。こういうコラボって好きな配信者さんとかだったら欲しくなっちゃうわよね。ですね。こちらのコラボパソコンはプロゲーミングチームとのコラボが多いような気がします。今回こちらの会場には、i7-12700K と RTX3070、DDR4 メモリ仕様が置いてありました。サイドパネルの反射がすごい。鏡並みに反射してますね。そういえばこちらのケースも前よりもかっこよくなってる気がします。ああ、確かに言われてみればそうね。では続いて行ってみましょう。続いてはパソコンショップセブンさんになります。こちらも通販をメインに BTO を扱ってる会社になります。ゲーミングパソコンは ZEFT と呼ばれるネーミングで発売されており、12世代も含め様々なパーツを用いて発売してるみたいです。 ZEFT呼び名かっこいいわね。確かに。そして今回会場にあったパソコンなんですが、ちょっとびっくりしたのでぜひご覧ください。なに。はい、こちらになります。なにこのケース。はい、こちらはコスモスと呼ばれるクーラーマスターのケースになるんですが、こちらのコスモスというケースはすでに単体販売が終了しており、
PTO パソコンショップでも、このセブンさんのみが取り扱いをしている商品となります。かなり大きくて拡張性やエアフローなんかがすごいいいんですが、めちゃくちゃ大きくて重いんですよね。確かに大きくて重そうね。でも確かにエアフローとかは良さそうね。ちなみにこちらのコスモスの中身は IQ12900KENI RTX3080Ti と DDR5 メモリが付いたモデルでした。え、これいくらするの？コスモスの入手性と中身の超ハイスペックの関係で、60は超えるとか超えないとかそんな話を耳にしました。さすがね。では続いていってみましょう。続いてはサイコムさんです。こちらも数多くの BTO パソコンを取り扱ってるお店なんですが、残念ながら担当者さんがいなかったので、詳しいお話は聞けませんでした。あら残念ね。では続いていってみましょう。シュララララ。BTO ブース最後になります。ガレリアさんです。ガレリアといえば、ドスパラさんですね。こちらも数多くのゲーミングパソコンを販売しており、デスクトップパソコンもノートパソコンも様々な用途に合わせて販売しているみたいですね。また、有名ストリーマーさんやプロゲーミングチームさんとのコラボパソコンも発売しており、担当者さん曰く、こういった有名な方の配信からコラボパソコンを買う人が結構いるって言っていました。展示会場には、i7-12700K と RTX3080 の DDR4 メモリモデルが置いてありました。見た目も青基調としたガレリアってイメージのパソコンですよね。では続いては、こちらはメモリブースとなります。こちらは先日発売されたメモリたちがたくさん並んでおりました。現在かなりの品薄で DDR5 モデルマザーを買ったけど、DDR5 のメモリが買えないって人の声をどこかで聞いたことがあります。その中でもこちらのクルーシャルさんのメモリなんですが、なんとこちら、32GB メモリになります。え、32GB って1枚で 32GB? はい、どうやらこちら今日突然持ってきた代物らしく、国内販売日もまだ未定のメモリとなります。1枚で 32GB ということは、4枚差したら、128GB になりますね。4枚で 128GB とかめっちゃすごいわね。今まででしたら 8GB 4枚で 32GB とかで使用してたのが、これ1枚でそれにこと足りてしまうのがすごいですよね。まあシングルとデュアルチャネルの違いはありますが、では続いてメーカーブースにも行ってみましょう。まず最初はアスロックさんになります。こちらのブースでは髪をインテル用に青く染めた原口さんが色々とお話をしてくれました。インテル用に青ってすごいわね。アスロックのマザーですが、やはりすごかったのがこちらになります。あ、歯車が動いてる。はい、こちら Z690 対1なんですが、ついに歯車の機構が動くようになったんですよね。原口さん曰く、最初はただそのものが回るだけだったらしいんですが、やはり歯車という名前からちゃんとギア式に回転するように改良したみたいです。マザーの性能じゃないけど、こういうところに力を入れてくれるのもいいわよね。かなり遊び心をくすぐられますよね。それから対地の他にも、Z690BG ベロシタや Z690 スチールレジェンドなども展示されていました。こちらのスチールレジェンドもかなり白というか銀色の部分が増えてかっこよくなりましたよね。この簡易水冷とメモリの組み合わせもかっこいいわね。ですね、さらにこのケースともマッチしててすごい良かったですね。では続いてのメーカーに行ってみましょう。シュララ。続いてはこちら、エースースさんになります。エースースさんは今回メーカー内で一番多くのマザーボードを展示していました。確かにマザーボードがお雛様みたいになっていたわね。こちらもたくさんのマザーボードを紹介していただいたんですが、一番すごかったのがこちらになります。ROG マキシマム Z690 エクストリームグレーシャルになります。こちら箱からしてすでに今までのマザーボードと違うんですが、上のところに鍵がついているんですよね。え、マザーボードの箱に鍵？またこちらの開封の仕方もかなり特殊だったので、エースースのジョージさんが生開封をしてくれたので、その様子をご覧ください。まるでスーツケースを開けるような感じでマザーボードが出てきました。またこちらのマザーボードは本格水冷用マザーボードなので、マザーボード本体にヒートシンクはついてない状態で、CPU や M.2 などをつけた後に、こちらの水冷ブロックをつけるようになっています。ジョージさん曰く、最初からつけてても、CPU とかつけるのに結局外すから最初から外しました。
って言ってました。なんかプラモデル組むみたいにマザーボードを組み立てるみたいで面白そうね。ですね。ちなみに水冷ブロックを取り付けるとこんな感じになるそうです。こちらの M.2 スロットは、差し替えや増設する際に、全部外さなくても、この一番上の蓋だけ取り外せば、交換や増設ができるようにしたみたいです。ほう、すごいわね。他にも、ITX マザーボードのトリプルデッカーヒートシンクと呼ばれるハンバーガーみたいな M.2 スロットなど、いろいろとお話を聞かせてもらいました。ハンバーガーって。では続いていってみましょう。続いてはこちら、ギガバイトになります。こちらはオーラスシリーズが並んでおりました。こちらには Z690 オーラスマスターや Z690AXUD、そしてモニターを挟んで反対側には、Z690 オーラスプロと Z690 エアロが置いてありました。比較的安価なオーラスシリーズは、割と店頭でも人気みたいです。ブースには Z690i オーラスウルトラを使ったデモ機もありました。ATX ケースに ITX マザーが入ってると本当に小さいのがわかりますよね。確かに小さいマザーで小さいパソコンもいいかもね。私そういえば小さいのって作ったことないですね。それから真ん中のモニターですが。海上保安庁。はい、こちら担当者さんのお話では、日本沈没という映画で貸し出ししてたモニターらしく、その時に海上保安庁が貸し出し機の割り当てか何かで貼ったシールらしいです。海上保安庁直々のシールってなかなかないわね。もし日本沈没をまた見ることがある人はぜひこのモニターがどこにあるか探してみてください。ではメーカーブース最後に行きましょう。最後はこちら MSI さんになります。MSI さんのブースには MPG-Z690 カーボン Wi-Fi、MEG-Z690 ユニファイ、MA-GIGA-Z690 トマホーク Wi-Fi DDR4 が置いてありました。中でも一番びっくりしたのが。これはフォース。はい、MPG-Z690 フォース Wi-Fi なんですが、シュラミちゃんわかります。え、またちょっと全体を見てみましょう。はい、なんと白い簡易水冷が登場してるんですね。ああ、確かに言われてみれば。ちなみにこちらのケースも MSI 製の白いケースです。おお、もしかして MSI で真っ白パソコンが作れるの？かもしれませんね。MSI ブースにいた新宅さんと遺跡さんのツーショット、写真も撮らせていただきました。確かにツーショットね。ということでさーっとではありますが、全ブースのご紹介でした。で、イベント会場のど真ん中にはこんな大きな CPU の箱がありました。で、写真じゃ大きさがわかりにくいわよ。じゃあちょっと黒子くんに立ってもらいましょう。え？はい、立ってみました。いや、あんたともろかぶりで全然わからないわよ。いや、皆さんに大きさが伝わったみたいでよかったです。では、最後に何やらガチャガチャがあったので、それを引きに行ってみたいと思います。はい、ということで。いや。え？いや、え、じゃないし。ガチャの中身は何だったのよ。ああ、あれですか。そうよ、中身見せなさいよ。見たいですか。見たいから見せて。シュラミちゃん。何よ。こちらがガチャの景品になります。え？コア i9-12900K でした。コア i9-12900K って今の最上位 CPU じゃない。そうなんです。まさかこんなものがもらえるとは。ちなみにガチャを引いた直後のリアクションをどうぞ。はい、ということで、まさかの i9 を手に入れたので、次回は実際に動かしてみようかなと思っております。え、動かすってマザーとかは？あ、いや、それは、その、あんた、後でちょっと話があるわ。え、ということで、今回はインテル内覧会のお話でした。もしよければ、評価、チャンネル登録もご検討ください。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。あんた、ちょっと来なさい。シュラミちゃん、落ち着いて。やめてー。